どうも、北山水泳です。はい、本日もですね、北島康介杯がありました。2日目が終了しました。いよいよ明日が最終日ですけども、はい、今回はどんな結果だったんでしょうか。早速見ていきましょう。はい、まずは女子です。女子4個目でございますね。この種目は小堀若選手が優勝しました。4分41秒68でございますけども、いやーね、小堀選手はね、前回の世界短水路選手権かな?世界短水路選手権で、めちゃくちゃ速いタイムでメダルを獲得しまして、そっからちょっと覚醒してる感じがありますね。個人メドレーに関しては、ちょっと他と群を抜いて速い感じがあります。はい。この種目に関してはですね、もう難波選手もね、出てましたけども、まあ、圧勝でございましたね。4分41秒、2位以下と1秒以上の差をつけてでございました。特にやっぱね、フリーの選手なんで、ラストのフリーが超強いっていうのがね、強みですよね。第2位の松本選手に比べて、まあ、平泳ぎでね、2秒ぐらいかな、差があったんですけども、ラストのフリーで超巻き返すという。はい。やっぱね、フリーが強いっていうのは、それだけでかなりいいですよね。はい。はい、次、男子4個目でございます。男子4個目、田淵選手が優勝でございました。4分13秒19でございますね。はい。この種目もね、やっぱり速い選手が多い種目ではあるんですけども、まあ、特に学生たちがね、速いんですよね。高校生含め、高校生、大学生が速いですけども、まあ、この種目はね、結構今回、本田選手であったり、まあ、瀬戸選手も今回出てこなかったんですよね。なんで、予選からね、田淵選手がかなり圧倒的に速かったので、まあ、このまま行くかなっていう感じがあったんですが、そのまま優勝でございました。まあね、今回出てない選手にも、速い選手、この種目めちゃくちゃいるんで、まあこの種目、今回だけの結果ではなかなかね、今後の、結果とも、なんていうか、相互関係はあるとは言えませんけども、田淵選手は今回、いい結果で優勝でございました。ありがとうございます。はい、次、女子2バックでございます。女子2バック、古林選手が優勝でございます。こちらもですね、ちょっとまあ見てほしいんですけども、ちょっと第2位を見てほしいんですよ。第2位。はい、小堀選手がいます。はい。連戦でございますよ。連戦にして第2位でございますね。古林選手はね、圧倒的にもう2秒以上差をつけてますけども、ちょっと小堀選手が早いんだよね。2分10秒44。はい。しかも4個目泳いで数分後ですからね。数分後じゃないか。1時間もないぐらいですね。はい。小堀選手、ちょっと体力が素晴らしいですね。大橋選手もこの種目を出てきましたけども、第4位に終わってしまいました。小堀選手がちょっと今日ね、実はめちゃくちゃハードなんですよね。はい。後々出てきます。また出てきます。はい。小堀選手が今回すごい結果を出して、結果というかもう連戦なんで、すごかったです。はい、次が男子2バックでございます。男子2バックは酒井選手が優勝でございました。いや、酒井選手がね、2分を割って1分59秒64で優勝でございました。はい。結構この種目もね、2バックね、ずっと、なかなか入江選手が、引退、この種目はあんまり出なくなってからですね、誰が優勝するかっていうのは結構まちまちになってきましたね。うん。やっぱ2位以下の選手結構接戦な感じがあったんですかね。砂間選手がね、久しぶりにレース出てるのを僕見たんですよ。はい。2バックね。はい。まあ、この種目はね、まあ、高校生とかも速い選手多いんでね。うん。今後ね、その高校生たち、まあ、その選手たちがね、どこまで結果を伸ばしてくるかにもよりますけども、まあ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 、オリンピック標準記録ですね。世界水泳の標準記録。この辺はね、やっぱ割らないとね、世界水泳出れませんから。はい。こちらの方、ぜひとも今後目標にして、どんどんレベルを上げていってほしいなというふうに思いますね。酒井選手、久しぶりにこの優勝姿を見ましたね。おめでとうございます。はい、次、女子4振りです。A 決勝。はい、こちら、小堀選手優勝です。やばくね?これちょっと考えてください、皆さん。4個目決勝、2バック決勝、4振り決勝。しかもこれ、ほぼ多分間髪ないです。多分1時間もない。30分かな ?30 分、30分で、こんなレースしてます。無理です。体力やばすぎます。はい。しかもタイムも4分12秒65と。まあ普段のタイムに比べると、速いかって言われたら、普段のタイムにからすると、あんまり速くはないです。普段のタイムももっと速いんでね。4分1桁は出してくる選手なんですけども、この連戦でね、しかも予選も終えてますから、本日6レース目です。4個目、2バック、4振りを、これ2回ずつやってますからね。これちょっと、しんどいかったのね。しんどかっただろうね。
多分この、まあ、練習の意味の込めてのこのレース数かもしれませんね。うん。ちょっと小堀選手すごいね、今日めっちゃハードだと思う。はい、次、男子4振り決勝。本田選手が優勝でした。いや、あんた何でも泳げるんかいっていうね。はい。絶好調でございますけども、井本選手1500でね、第2位で15分1桁で終わりました。井本選手だったり、まあ、オリンピック 8K 泳いでました。江原選手であったり、まあね、結構有力な選手がバーッと揃ってますけども、本田選手がこの中で3分48秒という記録で優勝でございました。まあ、前半からね、ある程度一定のペース、リードを保ったまま行って、最後そのままタッチって感じでございましたね。やっぱね、2バタ泳ぐ選手ですから、こういったね、距離を泳ぐ、そこそこの中距離のレースってやっぱ強いんですよね。4個目も速いですから、4個目もね、代表になってますから、400以下、200、400の種目に関しては、まあ2振りも速いですから、ちょっと他に2振り、4振り、2バタ、4個目、この辺の種目もしかしたら普通に全種目日本のトップクラスで泳げたりするんで、ちょっともしかしたら4振りもね、まあ、視野には入らへんと思うけど、まあ、2振りとかね、どんどんレベル上げていって8系を狙ってくる可能性が全然ありますね。はい、次、女子1振りでございます。この種目は池本選手が優勝でございました。この種目もね、結構有力選手がいっぱい出てますね。五十嵐選手であったり、白井選手であったり、三井選手であったり、牧野選手、仁野選手、今井選手といった風に世界大会経験者がずらっといる中で池本選手が優勝でございました。いや、これね、決勝レベルというか、もうなんか有力選手が多いね、この種目。やっぱり1振りなんでね。はい、はい、次、男子1振りです。男子1振りは松本克央選手が優勝でございました。48秒76でございますね。この種目もね、速い選手がずらっといたんですけども、やっぱもう最近はこの種目、1振りっていう種目ね、松本選手が優勝することが増えてきましたね。うん、松本選手が100も200もどっちも取るっていう大会が非常に増えてきた感じがあります。もう1振りは松本選手なのかなっていう風に感じがありますね。中村選手ね、塩浦選手はもう最近あんま1振り出ないんですけども、中村選手ね、しっかりとここから上げてきて、松本選手をもう一回刺して勝ってきてほしいですね。はい、他のね、まあこの種目ね、社会人選手めっちゃ多いんで、高校生の松井選手がここに入ってきたのすごいですけども、しっかりとレベル上げていって、ジュニア選手がね、こういう大人の選手をぶっ倒していってほしいところはありますね。はい、今回以上でございます。はい、明日が最終日でございます。はい、明日もね、まあ、トップ選手、日本トップ選手ずらっと出ますので、しっかりと注目していってほしいですね。はい、今回は以上になります。明日最終日、必ず見てください。よいしょ。